はい、どうも、こんにちは、ポンゼロでございます。まあ、マリオカーツということでね、なかなかいないですよ。自分の名前を噛む人はね、ということでね、やっていきたいと思います。今回は、そう、コーラに触れたら、即終了縛り。ということでね、まあ、他のね、縛りと比べたら簡単なもんですよ。コインとかね、まあ、コインとかなかなか難しいですしね、バナナとかもなかなか、てがー危ない危ない、嘘、電源撤回します。かなり危険ですね、これね。ということで、ね、やっていきたいと思います。ここはね、割と高いコース寄りではあるということなので、しっかりとね、組み立てていきましょうか。最初にコインをしっかり取り切って、で、あとはね、無敵を吐いて上がっていく。これだけです。もう簡単ですね、非常にね。コーラに触れずに1位を取るというのはね、いかにね、まあ、難しいことをね、簡単な層にやってのけるかっていうのをね、皆さんにお見せいたします。ここからね、さあ、しっかりとね、スター交換していく。で、一応ね、この縛りのユーザー、ちょっと待って、ちょっと、まだ触れてない、まだ触れてない。やっば、危ねえ。コーラが今ね、アイテム裏に来ましたね、これ。ってことですね、これ。僕がキノコ3つ使った瞬間に、これ、完全にね、アウトになってしまうと。これね、完全にアウトになってしまうわけですよ、これ。もう手に持ってしまうことでね、これね。コーラに触れてしまうのと一緒ですから、これ、サンダー待ちしかないですね、サンダー待ち。これ、サンダー待ちですね、サンダー待って、これでも、これサンダー待つってなると、これ前行った方がいいね、これね。多分。かなりね、苦しい展開なので、前行けないな、これ。前の方で受ける。いや、後ろの方で受けた方がいいか、サンダー。もうサンダーなかったら、これもう一生持ってくなきゃいけない、これ。かなりきついよ。前の赤コーラも邪魔だよね、これね。しっかりキノコもらっていきましょうね、ヨッシーのね。ヨシダウルス T、ヌンチャ、クッパスみたいな。いや、赤コーラ邪魔だな、これ。でもね、今回ね、運がいいのはね、これ。見てください、甲羅のキャラクターがいないっていうね、これ。例えばね、クッパとかね、クッパジュニアとか、なんか、モートンとかロイとかなんかいるとね、あいつら甲羅全部背負ってるんでね、あいつらに当たっただけでアウトになってしまうとね、それがないだけですね、これなんとかなんじゃないか、なんとか。なんでみたいな。